なんかやっぱ久々に帰ってくるからなんか嬉しいみたいな感じでね、かまってくれるんだけど、初日はもうなんかそんな感じだったけど、最終日は私の知らん間になんかお父さんとお母さんでめっちゃ泣いてて、え、どうしたどうしたって言ったら、あの明日帰っちゃうんだって言ってね、泣いてた。切ないね。まただからね、お店に帰るかとかって思ったんだけど、帰んないでって言われてもさ、私もさ、やっぱみんなに会いたいしなと思って。そう。ママとパパも好きだけどさ、帰んないでって言われてもさ、みんなも待ってるしなと言って。そう、私もやっぱりみんなに会いたいしなと思ってさ、帰ってきたわけなんだけど、みんな食べてるちゃんと。さらに公務員って泣いてる場合じゃないんだよ。食べていっぱい。私今一生懸命やってるでしょ。そう、なんかさ、とにかくさ、今回帰った本当の理由、実はみんなには言ってなかったんだけど、まあ、なんか久々に帰ったし、なんかみんなもね、いっぱい美味しいもの食べてって言ってくれてたから、私は今回、なんか恩返しをしに帰ろうかなと思っていたのね。そう、だから、なんか極力、なんかパパとママにお金を使わせないようにしようと思って。そう、で、私が全部お金を払っちゃおうと思ってたの。そう、だからなんか普通の買い物とかも全部私が払うみたいなのやってやろうと思ってさ。なんかちょっとご飯とかをさ、食べにね、連れてったりとかするんだけど、一緒になんかここ行こうみたいな感じで連れてってもらったら、じゃあ私お金払うわさみたいな感じで、そう、今回やろうと思ってさ、やるんだけど、お母さんとかも、もういらないもういらないもういらないみたいな。昔はそうじゃなかったじゃんって。もう、いい加減自分で払いなみたいな感じだったじゃんみたいな。そう。でもなんかそれで、ね、ママが、喜んでくれたし、お父さんはね、どっちかっていうとなんか、おごられるよりおごりたい人だったからさ、なんかもう、いや、俺は、やだみたいな。俺はやだみたいな感じなんだけど、おごってやったぜ。みんなの金でおごってやったぜ。みんなのおかげで、親孝行ができましたよ。Yes. Wings for the future.